今年2018年、私初めておせち料理食べることになりました。イエーイ。本当に食べたことが全然なくてすごい楽しみです。ラララララ、おせち料理、イエーイ、イエーイ。 Oh my gosh。 おお、綺麗、綺麗な、あれ1センチしかない。おおおお、はい、いきまーす。Oh my god、 何これ、超うまそう、超うまそう。わお、やべえ、食べるのが楽しみ。ちなみにこれは京都から来ました。京都から来ました。はい、京都から注文しました。精進料理だね。精進料理です。ベジタリアンでも食べられる、ここから来ました。ありがとうさん。ありがとうございます。ちょっと動画撮ってるんですけど、ちょっとすみません、何やってるんですか。ちょっとすみません、シナモン。お正月ということでこれがあります。私たちお酒飲めないのでこれがあります。イエーイ。箸がすごく綺麗、すごく綺麗ですよ。イエーイ。はあ、綺麗すぎて食べるのがもったいない。いただきます。乾杯。何これ、なんていう、これ知らない、知らないの。いただきます。うん、うん、なんかお餅みたいな、うん、うん、お豆もうま、お豆さん、うん、これはわからん。何もわからないよね。うん、これはお豆腐。うん、おいしい、おいしい。うん、うん、うん、うまい。これはたくあん。いや、芋じゃない。これは、これは、うん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 、フルーツ、フルーツの、え、うん、これデザートかもしれない。私たちおせち料理全然よくわからないけど、うん、すごくうまい。うん、これ おいしいね。うん、これ今までこんなにうまい日本料理は食べたことがないかもしれない。私すごい幸せ。これは超かわいい、何これ。人参かな、これ。うん、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 幸せ、幸せだね。うん、パン、パンじゃない。パン、いや、パンじゃないでしょ。パンじゃないでしょね。餅、これ、うん、なんだろうね、面白い。パンっぽい。パンっぽいけどパンではない。お箸の使い方ちょっと変じゃない。いや、これは来年も買いますね。来年の楽しみだ。うん、うん、これ何、かわいい。うん、なんか餅じゃないの、なんかお菓子っぽい。わかんない。人参巻き？あ、これ栗だ。栗きんとん。これは知ってる。うん。ピクルスみたいで、めちゃめちゃ美味しい。
かわいいし、おいしいし、うん、はい、これ食べます。なにこれ、よくわかんないけど、ごぼう、ごぼう、ごぼう食べます。うん、おいしい。ちょっと大食いになってしまったよね。食べて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 、何も言わない、おいしいしか言わない。他に言うことが、皆さん今年おせち料理食べました。お箸の使い方がめっちゃ変。何この日本人。ちょっとからしじゃね、ちょっとツンとくる。うん、からし、うん、美味しい。おせち料理は子供の頃食べました？食べない、好きじゃなかった。好きじゃなかった。残念だね。いつも揚げ物、揚げ物、うん、お母さんが揚げ物作ってみんな揚げ物しか食わないから。おせち料理は揚げ物だった？いや、お母さんはおせち料理食べたけど、他はみんな揚げ物。面白い。もう一つはクリスマスにすごい美味しいご飯とか食べました。もうニュージーランドだからフルーツとかが多かった。まあフルーツだけじゃないけど、やっぱりケンタッキーは食べなかった。ケンタッキー、何これ、うん、何それ、これは何ですか。すうん、うん、うん、うまい。何それ、あの、わかんない。おいしい。これをもらう、それもおいしいよ。全部おいしい。晩ご飯は何も残らない、残らないよね。10分で10分でこれくらい食べましたよ。初めてのおせち料理でした。めちゃくちゃ幸せです。ごちそうさまでした。この動画が面白いと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。